こんにちは、見せる反則コンサルタント加藤忠宏です。本日は創業と経営理念について話をさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。本日のカリキュラムなんですが、まず一つはなぜ創業理念というものが必要になるのかということについて話をします。2番目にどんな創業経営理念がいいのか、そんな問題についても お話をしています。3番目が創業理念を作り込んでいくために必要なものの考え方とか工夫についてお話をしましょう。最後に4番目ですが、経営理念を組み立てるときにドラッカーのものもの考え方が非常に役に立つ、そんなヒントについてお話をしていきたいというふうに考えています。創業にあたって経営理念はなぜ必要なのか。よく理念があっても飯が食えない、そんな話を実務者の中から、聞かされます。でも創業者にとって理念っていうのは大変必要なんですね。その一つの目的は、あなたがこれから何をしようとする人なのか、それを伝えていくこと。2番目にあなたの考え方に賛同する賛同者や協力者、そういう方を獲得していくために経営理念というものは必要になっています。仕事というのは、一人の人間ではできません。多くの人が協力していただいて初めて、仕事になるわけで、あるいは理解者が必要になってくるんですね。そういった方を数多く、そしてより良い方をに協力していただくために経営理念というものは必要になってくるんです。分かりやすく、そして伝わりやすいような経営理念、具体的にどんなものがあるかお話をしましょう。豊橋に福増工業所という会社があります。この会社はもともと段ボールの抜き型を作ってる会社なんですが、インターネット上ではですね、段ボールの中の仕切りを作っているというわけです。この方がどのような経営理念コンセプトを打ち出しているかというと、町の気のいい箱屋さん、商品の梱包でお困りの方は私にお任せください、このような理念で、経営活動をされているわけです。もし段ボール屋さんが段ボールこれを売ろうとすると、全ての段ボール屋さんが競争者になってしまいます。しかしながら、私は商品の梱包をお助けします、あるいは商品の梱包でお困りの方をお助けしますという形であると非常に分かりやすいですし、段ボールの同業者の方も味方になる可能性があるというわけです。経営理念を組み立てて作り込んでいくときにとても大切なことがある。それは分かりやすいこと。創業者の場合、今までにないようなサービスを展開したりするわけです。あるいはビジネス界にその方は実際に存在しないので、その方自身を知らないというケースがあります。だから、あなたは一体何をしたいのですかっていうことをよく聞かれるわけですね。私も創業時よく聞かれました。なので、やはり分かりやすいっていうことがまず第一だと思います。で、あと
誰のために、どんなサービスをするのかっていうのが具体的に入っているといいと思いますね。例えばですけども、あるスイーツショップがあったとして、アレルギーを持つお母さん、子供がいるお母さんがいたとする。そういう子供さんのためにお母さんがケーキを食べさせたい、そういう方のために、美味しいケーキを作りますよ。これは非常に分かりやすいし、誰のためにどのようなサービスをするかっていうのが明確ですよね。そのように、具体的な内容を盛り込んで、経理念を作成していただければ非常に分かりやすいですし、伝わりやすいし、共感者も得られやすい、そんな風になるんではないでしょうか。経営理念や経営コンセプトをまとめていく上で参考になる図書があります。私が受講生によくおすすめする本は、経営学者であるドラッカーの書いた本ですが、経営者に送る5つの質問といった本を、この本は皆さん方に何かを教えるということではなくて、ドラッカー自身が5つの質問を経営者であるあなた方に、あるいは創業者であるあなた方に投げかけてくる。一つは、あなたの社会的使命は一体何だろうか。二つ目が、あなたにとってお客様とは誰なのか。ここでいうお客様というのは、単に物を買ってくださる、サービスを買ってくださる方だけじゃなくて、仕入れ先とかそういった協力者も入ってきます。場合によってはスタッフの方々も入るんじゃないでしょうか。3つ目は、お客様が求める価値とは一体何なんだろう。4つ目が、あなたにとって成功というのは一体どんなものなんだろうか。5つ目として、あなたはそのために何をすべきなのか。この5つの質問をドラッカーは経営者に投げかけてくるわけですが、それに対して明快に答えを作っていくと、とても素晴らしい経営理念ができるんじゃないかと思います。